私たちのチームはマスアセンブリー構築を目指してみたいな気取った名前してるんですけど、まあ、チーム闇鍋とでも覚えてください。基本的にちょっと私は工学的な分野と素人もいいところなんですけれども、ちょっと私の考えているその海盤についての動きの仮説、それとあと、まあ、野良で集めさせていただいた仲間たちと一緒に、海盤に準じた、まあ、海盤がその長期記憶のセラーアセンブリーを作っていると思うんですけれども、その動きを再現したものを作っていければと思います。以上です。よろしくお願いします。